第9戦の舞台は南半球ニュージーランドのオークランドです。この第9戦の模様はトライアスリートの山口博久さんの解説、実況播新一郎でお送りしてまいります。山口さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。第8戦まで終わって、これはポイントスタンディング、トップはフランスの女子ですが、イザベル・ムートン、それからオーストラリアのエマ・カーニー以下続いています。男子の方ではやはりオーストラリアのブラッド・ウェーベンが強く、その後エガーとカーター続いています。この第9戦へ出場をいたします主な選手、ラルフ・ルランディ、それからスチュアート、フランスのベンジャミン・サンソン、地元ニュージーランドのハミッシュ・カーター、また女子の方ではアメリカのジャネット・ハットフィールド、カナダのキャロル・モンゴメリー、そしてフランスのソフィー・デルマー、地元ニュージーランドのナターシャ・フィルゲポルト、日本からは3選手が出場しました。小原拓海選手、そして今日お越しの山口博久選手、もう一人は長留誠選手です。まあ、スイムのがどれぐらい泳げるかに決まるんですけども、今回はできるだけトップにつくように、まあ、自信はあるんで、しっかりついて、バイクもついていけたらと思ってます。という小原選手でしたが、山口さん、この当日はちょっと天気の方はあまり良くなかったようですね。はい、そうですね、曇り空で、男子のレースの時はもう雨が降り始めて。あ、はい、そうですか。さて、地元キャメロン・ブラウン選手のインタビューを聞いてみましょう。ここはとてもテクニカルなコースだと思います。グループで走ることになれば、ある一部分はうまくドラフティングできるかもしれませんが、しかしコーナーごとにスプリントレースのようにダッシュをかけなくてはなりません。普通のレースとは違った展開になると思います。ちょっと神経質になっていて、よく眠れなかったんです。昨夜はぐっすり休みました。今日はお天気が心配ですね。でもきっといいレースになると思いますよ。オークランドの港でのこのスイムのコースということで、水質や環境について若干の論議を呼んでいるようであります。もっとひどいところもありましたから、冷たいことは確かです。時々ガラクタが浮いてたりしますが、それほど問題ではないと思います。きっといいレースになりますよ。まあ、山口さん、前回のですね、バミューダの大会が非常に素晴らしい水質だったんですけれども、はい、今度は港ということで、山口さん泳いでみていかがでした？まず水温が低かったのと、あと結構こうご覧になっても分かる通り濁ってて、はい、あまりいい環境ではなかったですね。そうですか。はい、まあ、ただアメリカのクリーブランドの大会などもね、はい、港の中での大会で、はい、あまり綺麗というほどのことではなかったようです、はい、ただ観客がこう周りを囲むようにして見ていただけるので、その点は良かったと思います。あ、なるほどね。でこのスイムのコースなんですが、先ほどもちらっとこう図の方には出ましたが、これ3回3ラップあるんですね。はい、まず飛び込んで、はい、また上がってきて飛び込むという繰り返しの3周回です。まだスタートまでちょっと時間があるようですが、午前8時にまず女子がスタートを切ります。選手が勢ぞろいいたしました。これ普通はですね、フローティングスタートか、はい、あるいはその浜辺でこう一斉に駆け出してスタートってことですが、そうですね、これは初の試みだと思います。だいぶスタートですね。はい、説明会の時にフィリップ・ファトーリ選手は、はい、ヘルメットをかぶった方がいいんじゃないかって冗談も話してましたけどなるほど。ですから選手はみんなゴーグルをつけてますね。そうですね、やはりこれゴーグルがないとちょっときついですかね。オーストラリアの選手なんかの中につけてない選手、この中にも確かいたと思います。あ、そうですか。はい、はい、このダイブスタート、両足揃えての選手もおりますし、片足でそのスタートを切ってる選手もいます。それだけではなくて、やはりこれだけこう密集して飛び込むというのはちょっとこう、そうですね、競泳のようにロープで仕切られているわけではないので、はい、まあ、多少怖かったとは思いますけど、まあ、
今までの大会はどちらかというとあのウェーブスタートで、はい、選手がスタートして、はい、女子なら女子が、はい、あるいは男子が先の場合もありますが、それからある一定の時間を置いて次スタートなんですが、はい、今回は女子がスタートしてから男子のスタートまで随分時間を置いたんですね。そうですね、あの男子の選手はかなりこう、はい、会場で待たされましたね、うん、はい。まあ、いずれにしましても2000年のシドニーオリンピックの正式種目になりましたこのトライアスロン、まあ、このところ、まあ、米弁の圧倒的な強さと、はい、男子の方ではですね、はい、それから女子の方ではエマ・カーニーの強さということで、オーストラリア勢、はい、それからこのニュージーランドの選手たちですね、非常にオセアニアのこのトライアスロンの人気というのは高いようですね。そうですね、オーストラリアは特にあの高いと思います、うん、今回はあの女子の選手はニュージーランドの選手、はい、本当に引っ張って頑張られているんですけど、まず女子がスタートしてこれはワンラップ目ということになります。ご覧のようなコースになります。 1.5 キロ、つまり500メートルのコースを3周するということになります。地元のヒルゲホルト選手です。キャロル・モンゴメリーはワールドカップで2連勝していますからね。今回も最大の優勝候補だと思います。さてまずワンラップ目、珍しいですね。これ係の人に一人一人こう手を引いてあげてもらうんですね。後ろにのけ取っちゃうような角度のきついところなので上げてもらわないときついですね。これも初めて見ますね、はい。まあ、港でのコースですからこれはあのだんだん濡れてきますから後続の選手はこうやって滑るということも考えなきゃいけないんですね。そうですね、山口さんいかがでした。あの 私もこけまして。あ、そうですか、はい、あの何ですかね、足を引っ掛けることがあのすぐにはできないので、はい、やっぱ滑っちゃう可能性高いですね。女子の方では先頭はダルトンです。このダルトンという選手はほとんど初めて聞く名前なんですが、そうですね、国内ではあのかなりあの強い選手で、国内選手権の中でも上位に食い込むんですけども、うん、水泳は得意な選手ですね。なるほどね、はい。まあ、今までですとあの、ゲイル・ローレンス選手ですね、アメリカのベテラン、はい、あるいはあのイザベル・ムートンというような選手がスイムでは強かったんですが、はい、この大会には出場していません。調子はいいですよ。スイムは長いレースになりそうですが私は気にしてません。ベンジャミン・サンソン選手のインタビューでした。男子の方はこの女子から遅れること2時間、午前10時のスタートということになっています。まあ、あのベンジャミン・サンソンの水泳の強さというのはこれはもう本当に飛び抜けていますからね。そうですね、確実に一番で上がってくることは間違いないです、まあ、あのサンソン兄弟、双子の兄弟の弟になるんですが、はい、お兄さんの方がこの前回の、サウサンプトンの第8戦のレース前にね、直前にちょっと怪我をして、はい、この大会は出てないんでしょうかね。あの途中リタイアしたんですか、はい、うん。さあ次々、これはまだ2ラップ、いやこれはもうトランジッションのエリアに入ってまいりました。3ラップをして、そしてスイムからバイクへというところです。これみんなあのウェットスーツを着ていますが、まあ、初めてあのトライアスロンをご覧になる方は、はい、このウェットスーツをどういう時に着るのかということをご存じない方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、水温が21度以下の時には、はい、あのウェット着用可能と、うん、それでそれ以上の時には禁止ということに、はい、特にプロのカテゴリーではそうなっています。なっていると、まあ、これはあのウェットを着ると全体的にやはり体が浮いて泳ぎやすいということでしょうか。そうですね、泳力差がちょっと縮まりますよね、はいはい、ただ水温が、15度ですか、はい、まあ、あのイングランドの、アイルランドでしたね、北アイルランドのデリーの大会第2戦では、はい、10度を切りましたのでね、水温がね、そこまではあの冷たくなかったですけど、うん、泳ぎ出しちゃえばあの、まあ、全く問題なくできました、はいはい。これウェットの下に汗をかいたりすることもあるんですか。きっとかいてると思うんですけども、よくは水と混ざってわからないです。なるほど、はい、さてバイクに移りました。これはスイムを終わって地元のニュージーランドの選手が上位3人を占めています。ダルトン、キート、ヒルゲホルト。さてバイクの方はこれを11周するんですか、このコースを。はい、そうです、11周。
ということはかなりこのカーブの多いコースということになるわけですね。アップダウンはいかがでした？全くのフラットで、コーナーがきついことと、あと途中1箇所10センチぐらいのこうコブがあるので、そこを気をつけて走らないといけませんね。このニュージーランドは、人口が300万人ぐらい、人間の数よりも牛や羊の数の方がずっと多いと、言われている国柄なんですが、その中にあってオークランドは、100万人近い人口、最も大きな町、首都ではないんですけども、一番大きい都市ですね。そうですね、去年は、世界選手権がこのニュージーランドの首都のウェリントンで、行われましたけれども、あの時は非常にアップダウンのある風の強い町だったんですが、そうですね、タフなコースでしたね。このオークランドの大会は非常にこう平坦なコースを使っているということです。お客さんの反応はいかがでした？とてもスポーツ好き の国民なので、とても一生懸命応援してくださいました。先頭はニュージーランドのアン・キート選手です。2位がダルトン、そして3位にヒルゲホルトと、上位3選手はニュージーランドの選手です。本当にここのところオセアニア勢の活躍が目立ちます。このワールドカップシリーズはドラフティングが許されているといいますか、ドラフティング OK のシリーズなんですが、しかしポツンポツンと今までとはちょっと違った様相になっています。これは先頭を行きますニュージーランドのアン・キート選手です。この水分の補給、バイクの時にもきちっとしなきゃいけないわけですね。そうですね、ランニングの時に影響するので、バイクでしっかり補給してランに備えると、これは3位を言っておりますナターシャ・ヒルゲホルト選手、ハミッシュ・カーター選手のガールフレンドということになります。あまり我々聞き覚えがない名前なんですが、ガマゴーリで書いてます。そうですか。地元での出場は少しプレッシャーを感じますね。でもレースに出場して完走するのが一番の課題です。地元の選手が活躍するのはとても喜ばしいことだと思います。というヒルゲホルト選手です。ニュージーランド自体 このトップ選手のレベルというのは非常に高いんでしょうけれども、選手層の厚さという点では、そうですね、日本なんかよりはずっと高いと思いますけども、オーストラリアと比べるとちょっと私の目から見ると劣るかなという感じです。そういえば女子の方ではオーストラリアの期待のエマ・カーニー選手が、この大会は出ていないんですね。そうですね、去年の世界選手権ウェリントンの大会を制してですね、突如こう出てきたという感じでエマ・カーニーが、今年のワールドカップシリーズでは本当に序盤戦の台風の目になっていたんですけれども、このところ出場していないのでちょっと寂しい感じはあるんですが ね、 そうですね、世界選手権に調整をしているのか。この後が1週間おきましてシドニーの大会、そして第11戦ということになりますが、11月の12日、およそシドニーから1ヶ月後、メキシコのカンクーンの大会がこのワールドカップシリーズ最終戦で、そして世界選手権を兼ねるということになるわけですね。もちろん山口さんも、出場します。さて徐々に後続が差を詰めてまいりました。これ1回追いつくと今度はドラフティングがありますから、そうですね、互いにこうドラフティングを使いながら駆け引きという感じになるんでしょうね。ここまでばらけるのもなかなか珍しいですね。そうですよね、今までは、上位は上位で何選手か固まって、また2番手集団を作る、3番手集団を作るというような感じだったんですが、ポツンポツンという展開がここへ来てようやく固まり始めたという感じになってきました。そうですね、このソフィー・デルマー選手は、とてもバイクが強い選手で、後ろにつかずにスプリントをかけてですね、集団を嫌ってどんどん抜かしていきましたね。これがデルマー選手です。11周ありますが現在ラップ3。ドラフティングについてはこのワールドカップシリーズ何度かもうお伝えしてはいるんですけれども、もう一度 おさらいのために、話をしていきたいと思うんですが、ドラフティングというのは要するに前の選手の力を使ってはい
けませんよと後ろにくっついたと、ね、いうことですね。後ろ 10m の横が 3m ですね、はい、それが、まあ、ドラフティング禁止の今までルールだったんですが、はい、ドラフティング OK ということになりました。したがってこういう縦の展開になるわけですね。そうですね、全くこう違った、展開になると思います、はい、こういう形で一人でスーッと抜けるというのは、そうですね、このようにこう、男勝りのバイクライディングという感じです、うん、はい、というソフィー・デルメイです。まあ、やはり男子と女子と当然のことながら、ライディングといいますかね、はい、乗り方の差というものはやっぱり若干出てくるんでしょうね。そうですね、やっぱり一般的に男子選手の方がとても器用だと思うんですけども、ソフィー・デルマ選手のコーナーの攻め方とかもなんか男子並みという感じが僕はします、コーナーの攻め方具体的に言うとこうなんていうか見た感じのこう、まあ、例えばバイクの倒し方であるとか、ポジションであるとか、そういうところですね。なるほどね、はい、まあ、トップを行っているアンキート選手とは1分半ぐらいの差がこの時点ではあります。さてこれはキャロル・モンゴメリー、まあ、今シーズンはすでに3勝を挙げております。さてトップを行っているアンキート、ニュージーランドの選手です。まあ、できるだけこのバイクで差を保っておきたい、はい、そうですね、差をつけておきたいというところでしょうね、はい、ランニングが少々苦手のようですので、はい、バイクで頑張っておかないと、はい、さあソフィー・デルマー選手はすでに3位グループを20秒引き離したということです。やはりバイクが強いということです。そしてこれが3位グループですね、これはキャロル・モンゴメリー、単独で走っているので少々不利ですね、はい、相当その風の影響というものは、そうですね、だいたい一人で走る場合の 60% か 70% ぐらいの力で後ろでついている人は走れると思います。はい、この第、休戦が行われた時は風はどうだったですか。ほとんど無風だったんじゃないかと思います、はい、あ、なるほどね。さてジャネット・ハットフィールド選手のインタビューです。もっと若い頃は新しい街に着くとすぐにショッピングに行ってたわ。でもレースに集中するという点からこれはちょっと良くないわね。The good thing about this is that you like tie it up. Do you have any kids? No, do you? I have no. No, of course not. Do I look like a mother? This looks like you. So far we have a tie. ショッピングは楽しんだもの。着いた途端に夢中でショッピングに走るのは良くないけれど、いい気晴らしになるものよ。もちろんレースにも集中できるわ。はい、どうぞお入りください。ルームメイトのキャロルです。シーズンの残りのレースで多分全てが魔法のようにうまくいって優勝する日がきっと来ると思うのよ。I know, I'm speaking up. But it hasn't happened this year. きっとそうなるんだから。あと残り3レースでしょ。だからもうすぐ絶対その日が来ると思う。という、まあ、レースとは違った一面を覗かせてくれましたが、まあ、オークランドでかなり楽しんで、そうですね、いつもこう陽気な振る舞いをさ、してますね、うん、さあアンキート選手が先頭でバイクからランへのトランジションエリアに入ってまいりました。これから10キロのランに移ります。オリンピックディスタンス、まあ、いわゆる、スイムが 1.5 キロ、バイク40キロ、ラン10キロという距離です、はい、山口さんはこのオークランドの街へ到着されてどのぐらいの時間がありました、レースまで。約5日間、6日間ぐらいで、はい、 はい、あと春先には私キャメロン・ブラウン選手の家でホームステイさせていただいて合宿もしてきたんですけど。キャメロン・ブラウン選手はどこに住んでるんですか。オークランド市内です。あ、そうなんですか。ここからだいたいバスで40分ぐらいのところですね、うん、はい、さあフランスのソフィー・デルマー選手が第2位でトランジションエリアに入ってまいりました。これからラインへ移ります。もうキャメロン・ブラウン選手はこの大会は、はい、あ、出場してます。出場してますか、はい、はい、ん、漢字の陣という速やかという字が入ってますが、なるほど、フランスにマッカーという感じで、そうですね、はい、
これがキート選手の走りです。よくここまであの単独で逃げれたなと思います。それを懸命に追いかけるというデルマ。3位集団が入ってまいりました。これがヒルゲホルト選手、地元の選手です。このところ第あの何戦かはずっとこのゲイル・ローレン選手がですね、はい、このバイクからランのトランジションまでは先頭を奪うというね、はい、レース展開が続いていたんですが、そうですね、ところが今回はトップ6にニュージーランダーが4人も入って、はい、かなり健闘したんです。そうですね、ご覧のようにアンキート選手がトップ、その後1分13秒の差でデルマ、それからアメリカのハットフィールドが第3位、しかし3位以下は混戦であります。これは2キロのコースを5ラップス、つまり5周いたします。デルマー選手です。1分以上の差があったんですが、あ、キートに追いつきました。ここで追いついてキート選手をかわします。いや、1分以上の差があったのにこの1ラップ目でもうすでに、はい、そうですね、ちょっとランニングはちょっと力の差がありますね。そういうとこですね、はい、これでトップはデルマーになりました。まあ、フランスでランということになるとファトーリという名前がね、はい、すぐに思い浮かぶんですが、そしてこれがヒルゲホルト。まあ、これ雨ですか、はい、降り始めてランニングに入った頃から雨が降り出しまして、はい、これはかなり路面が濡れていると走りにくいものですか。あ、そうですね、ちょっとツルツル滑る、ね、特に蹴り足なんかがこうツルツルと滑って踏ん張れないんですけど、うん、だいぶ雨の方も強くなってまいりましたが、しかしこう先行している選手たち この体を見ていてもこの、はい、非常に筋肉質の、はい、選手もいますね、はい、それからちょっとこう先ほどのデルマー選手のようにこうポチャッとしたぼってりした感じのタイプもいますし、はい、ですからトライアスロンっていうのはこう、うん、これだっていう体型はなくて、それぞれにビルドアップする方法があると思います。なるほどね、はい、確かに去年活躍大活躍をしたベテランのローズ選手などはどちらかというと小柄なね、そうですね、背景でしたからね、だいぶ雨が強くなってまいりました。よく山口さんね、はい、競馬の方ですと雨が降ると全く走らないとか、はい、逆に雨が降るとこの生き生きと走るというようなことがあったりするんですが、はい、そうですね、10キロぐらいですとそれほど影響はないと思うんですけども、はい、まあ、体が冷えるとかいうのもちょっと考えものかなと思います。なるほど、はい、この日の気温はだいたいどのぐらいだったんでしょう。17度前後だと思います、はい、10月の8日南半球ですから、はい、だいたいまあ半年、はい、この北半球とはね気候が違うということになります、はい、したがって、4月ぐらいの感じと、そうですね、いうことですね、はい。さて男子の方がスタートの準備をしています。これがベンジャミン・サンソン、そしてジェローム・サンソンですか、はい、このサンソン兄弟、まあ、ジェロームの方がお兄さん、はい、ベンジャミン弟ということですか、まあ、水泳を引っ張るであろう2人だと思います。そうですね、はい、何せフランスの、オリンピック選手国内記録を持っているわけですから ね、はい、ね、水泳のね、15分3秒ですか、 1500m15分3秒、はい、すごいですね。さあ、あと1ラップになりましたが、迫ってきましたね、ハットフィールド。まもなくデルマを捉えようというところです。したがってトップを行っていたキート選手は3位以下に落ちたということになりますね、はい、途中ちょっとこういう木の部分などもあったりして滑ったりしませんか。そうですね、ちょっと注意しながら走らないといけないですね、はい、ああ、それからヒルゲホルト選手が来ましたね。ヒルゲホルト第3位です。また港に戻ってきたという感じですが、はい、あ、捉えますね、ハットフィールドトップに立ちます。この日のジャネット・ハットフィールドは、こう他の選手と比べてランのキレが格段に違いました。あ、はい、なるほど、確かにこう今デルマー選手と比較しても足の上がりとか蹴りとかだいぶ違います ね、はい、そうですね、今後ろ振り返りましたけども、うん、優勝はないと、うん、あとは2位を確保することだけを多分デルマー選手は考えると思います。あ、もう全然スピードが違ってますね、は
こうしていますと短距離の選手というような感じすらする走りですね。跳ねるようにストライド伸ばして、よく長距離では今のハットフィールド選手のようにですね、跳ねるような感じは良くないというようなね、言い方をする人もいますけれどもね、外国人はなかなかそういうところ考えてないところもあるかもしれない。なるほど、ジャネット・ハットフィールド選手優勝であります。アメリカからは、ゲール・ローレン選手が今まで上位こう常連だったんですが、今回はそのゲール・ローレンスが、出場しておりませんで、代わりにハットフィールド、アメリカ勢の期待を担って優勝を飾りました。2位に途中までトップは守っていたデルマー、フランス。ハットフィールド選手、これ初優勝ということになりますね。そうですね、ITU シリーズ通してずっと初優勝ですね。このところちょっとアメリカの全体的な地盤沈下が言われていましたからね、嬉しい優勝だと思います、そして今地元のヒルガ・ホルト選手が第3位で今ゴールしました。その後第4位にアンキート選手が、続いています。途中まではトップだったんですが、結局第4位でのフィニッシュということになりました。ご覧のようにハットフィールドが2時間7分3秒のタイムで優勝。そのハットフィールド選手のインタビューです。これで心置きなくショッピングに行けるわ。賞金は3000ドルを超えますからね。そうなんですか。いずれにしろやっと優勝できて本当に嬉しいわ。ワールドカップで初めて2位に入りましたね。ええ、嬉しいです。今回のバイクとランのコースは平坦だったので、パスしたり引き離したりしようとすると自分でダッシュをかけなくてはなりませんでした。そうすると足に大きな負担がかかるので結構大変でしたね。さて男子のスタートの時間が近づいてきています。これは、この第9戦を終わっての女子の方のポイントスタンディング。イザベル・ムートンがトップ、その後キャロル・モンゴメリーが第2位、エマ・カーニー第3位という順位になっています。さてこれだけの選手が一斉のダイブスタートです。やっぱちょっと怖いという話がありましたが、確かにこれはね、そうですね、大変ですね。さて日本選手3人が今並んでいろいろ話をしてました。どんな話をされていたんでしょう。僕は話には加わってないんですけども、こう水泳のコースを確認しているところだと思います、さあ一斉のダイブスタートです。これだけ固まって一斉に飛び込みますと、例えば相当こうぶつかり合ったり、いわゆる押し合いへし合いというのがあるかと思うんですが、そうですね、思ったほどはぶつかり合いというのはなかったんですけど、他の選手はどうだったか分からないです。なんといってもこのスイムではサンソン兄弟ということになりますよね、それにネイトル・ランディあたりがついていけるかということですね、ベーベン選手が参加をしていれば当然それにまた絡んでくるんでしょうけれどもね、残念ながらベーベン選手は参加をしていません。これはトライアスロンの泳ぎの特徴ですが、必ずこう 前をこう向きながら顔を上げながらの泳ぎになります。あとはビートなんですが、これは山口さんは何ビートを打ってるんですか。僕は自分で確認したことないんですけど、多分4ビートじゃないかなと思います。多分ですか、はい、さて、山口さんのレース前のインタビューです。橋のところが木なのでちょっとスリップする危険性があるので、あとコーナーも多いんでちょっと気をつけないといけない。前の状況が後ろの人が把握しづらいので、そう、気をつけないといけないと思います。観客の方がすごいホスピタリティに溢れてて、レースしててもすごい励みになりました。トレーニングはキャメロン氏に泊まらせてもらった時はトレーニングの時期だったのでレースはなくて、でこうロングスローでこうたくさんやりました。量をたくさんやりました。もちろん僕と言いたいです。という山口選手です。男子は何人ぐらい参加をしたレースでした。
30人ぐらいだったと思います、うん、はい、さあまずこういう形で1ラップ目、そして2ラップ目にそれぞれ入っていきます、はい、まあ、サンソン兄弟なんですが、まあ、先ほどの話の中にも出ましたが、バミューダの大会の直前にお兄ちゃんの方が、はい、怪我をしましてね、はい、したがってそうですね、この辺にジェローム・サンソンの姿がいないのでそうですね、はいはい、本来ならばベンジャミン・サンソンともうほとんど並んでですね、はい、ジェローム・サンソンが続くんですが、これはハイデン・ウィリーですね、ハイデン・ウィリー、はい、うん、ニュージーランド地元の選手ですね、そして3位がルランディと、これはまあおなじみのところです。バミューダもサウスハンプトンの大会の直前に鼻の骨を折って、ちょっと調子が出ていないというジェローム・サンソン選手は残念ながら上位争いに加わってはおりません。まあ、女子のレースの途中から雨がこうかなり強くなってきましたが、はい、この時はいかがでした？そうですね、あの泳いでいる最中は全く関係ないんですけども、やっぱりバイクが心配ですよね。あ、はい、やはりね、はい、まあ、平坦なコースというのが幾分救いですけれどもね、はい、さて、女子3位のヒルゲホルト選手のインタビューです。男子のレースは大変でしょうね。コーナーが濡れていると滑りますから。ハミッシュも気をつけないといけませんね。ハミッシュ・カーター選手のガールフレンドと、はい、いうことのようですが、ハミッシュ・カーター選手はそのいつもベーベンの良きライバルと言われながら、なかなかその表彰台の真ん中に立つことができないでいるんですよね、はい、さて次々と選手の方が、トランジッションエリアに入ってまいりました。やはりベンジャミン・サンソントップなんですが、あまり差がつきませんでした ね、 そうですね、ルーランディもいいところにつけてますね、はい、あのバミューダの大会などは、1分以上差がついたんですけれどもね、はい、ハミッシュに勝つにはこうちょっとバイクのあたりでリードしとかないと、はい、苦しいですね、はい、うん、しかしあのベンジャミン・サンソン選手もですね、はい、一時に比べますとこのワールドカップシリーズの最初の頃に比べると、はい、だいぶバイクもランも強くなってきましたね。そうですね、あのバイクまではもう確実に逃げれるようになりましたし、うん、はい、さすがにランのところまででこう逃げ切るというところまではいかないようですが、そして優勝候補筆頭と言われておりますが57秒遅れで入ってまいりましたハミッシュ・カーター。まあ、当然その前を行っている一団の選手とのこうタイム差というのはかなり気になってまた頭には入っているでしょうね。そうですね、周りからの情報でこう、うん、聞けてるかなっていうところですけど、はい、うん、そうするとこの1分前後の差というのはハミッシュ・カーター選手にとってはまだまだ大丈夫だと。そうですね、射程圏内じゃないですかね、はい、これが2分3分となるとちょっとこう焦りも出てくるでしょう。そうですね、ハミッシュの力量を考えると結構いけちゃうかもしれないと僕は思います、はい、なるほど。さあベンジャミン・サンソンがご覧のタイム、ちょっと今回はタイム良くなかったですね。そしてウーリー、ルランディと続いております。早速このドラフティングに入っております。うん、路面があーっと転んでしまいました。路面が滑りますからね、ルランディが転びましたね、はい、前輪がベンジャミンの後輪に当たってこう逆側に倒れましたね、はあ、まあ、今までですとそのコーナリングで、曲がりきれずにですね、はい、倒れたというケースはこの放送でも何度かお伝えしたんですが、はい、接触しての転倒というのは初めてなんですが、そうですね、前輪が当たってしまうともうどうにもならないんですね、後輪が当てられた場合には何とか立て直せるんですけども、さあ小原選手です。日本選手の中ではトップでこのトランジションエリアに入ってまいりました。それから長留選手、長留選手です。うん、かなり手際よく来てますね、はい、そして山口選手です。自分ではスイムの泳ぎはいかがだったんですか？この日はあんまり良くなかったですね、うん、周りに人いるんですけどもちょっとつきたい集団につけなかったです、はい、はあはあ、これがマイルズ・スチュワート選手です。現在第4位、
トップを行っているのはベンジャミン・サンソン。この2人のバイクの力量もきっと違うと思うんですけども、うん、特にハイデンウリーはそれほど強くないんですけども、このコースですとあの集団の効果を使ってつけるという感じです。なるほどね、まあ、地元の利ということも若干あるでしょうし ね、 そうですね、コースを熟知をしているということですね、はい、これはハミッシュ・カーターですか。はい。そしてそのハミッシュ・カーターと並ぶような形でマイルズ・スチュワート、1991年の、ワールドチャンピオンです。93年にはワールドカップの8位でした。しばらくレースから遠ざかっていましたが見事に復帰しています。具合が悪かったのは確かですが、結局どこが悪かったのか正確には分かりませんでした。血液検査とかいろいろテストを受けたんですけどね。でもその後オーストラリアに帰って調子が良くなってきたので、またレースに出ることにしたんです。というスチュワート選手です。これがバイクのコース40キロ、このコースを11周いたします。女子と同じコースです。これはアメリカのネイト・ルランディ選手。先ほどの傷がこう右の肩のあたり、ありますね、はい、転倒しましたからね。コースは全く同じなんですけども、うん、コンディションが全く違うので、まあこういう擦過傷、擦り傷というのは、はい、自転車競技ではまあつきものですけれどもね。そうですね、はい、山口さんも相当転倒などいたしましたか。はい、2周目か3周目あたりにこう転びました。あ、このコースでね。はい、その時はコーナーを曲がれなかったということですか。はい、曲がりきれなくてこうスリップしていったという感じです、うん、さて小原選手です。やはり雨が降っていると本来とは違うコーナリングもまた要求されるということになるわけですね。そうですね、少々慎重になりますよね、やっぱり、はい、お互い合図を出し合って先頭交代していって、こう力の配分をするという感じ、うん、長留選手、まあ、それがドラフティングの特徴でもあるわけですよね。はい、4人の選手で固まっていますが、本当はこの集団ではなくて別の集団につきたかったと。そうですね、これは地元の選手だけの集団です。はい、さてオークランドに住んでいる地元の選手です。ハミッシュ・カーター選手にこれはレース前にインタビューをしてあります。オークランドの郊外は理想的な環境と言ってもいいと思います。だからこの国に生まれたのはとてもラッキーだったと思ってます。ワールドカップがここで開催されてそれに参加できるんですから。地元でのレースはとても重要だと思います。友人たちがレースをしに集まってきますし、地元の期待も高まってます。地元でレースができることは他のキウイーズにとっても私にとってもまたとないチャンスだと思います。というハミッシュ・カーター選手でした。さてトランジッションエリアに選手が戻ってきました。おっと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 、これ戻されます。これ山口さん、はい、ハイドン・ウォーリー選手なんですが、完全にこのトランジションエリアの中は、そうですね、ラインを越えて、まだ乗っていたので注意されたんだと思います。なるほど、ね、それからベンジャミン・サンソン選手もこのトランジションエリアに入る前に大会によってこう、バイクのラックにかけるまでつけてなくちゃいけないのと、うん、もうトランジションエリアに入ったら外していいっていう、ヘルメットですね。この大会はこういうことだったと、うん、なるほど、はい、つまりまだエリアに入る前にヘルメットをこう外しちゃいけないと、紐外しちゃいけないと、はい、いうことですね。これがブラジルのバヒアの大会など割合こう大雑把なね、はい、ところですと、まあいいだろうってなことにもなったんでしょうがね。さて次々とこの上位グループがトランジションエリアに向かってまいります。今も後ろの方にちょっと小原さんの姿がね、はい、ちらっと見えましたが、さて
その第二集団が入ってまいりました。その中では3位でトランジションエリアに入ってきたのがオリビエ・マルソー選手、はい、やはりフランスのバイクで単独でですね、水泳で少々遅れたんですけど、はい、ベストラップを叩き出してここまで上がってきました。これが、バイクを終えての順位になります。ウォーリー選手がニュージーランド地元の選手ですがトップ、その後ベンジャミン・サンソンが第2位というところであります。それではスチュアート選手に聞いてありますのでお聞きください。ワールドカップシリーズには世界中から優れたアスリートが集まっています。シリーズを大きくリードしているブラッド・ベーベンはスイムに強くて、またランにも強い選手です。トライアスリートにはランナー出身の選手が多いということもありますが、やはり最後のランに強い選手が有利ですよね。もうベテランと言っていいスチュアート選手の今インタビューでした。これは小原選手、そうですね、はい、小原選手ですね。日本選手の中では、トップとトップです、はい、いうことになりますね。さてベンジャミン・サンソン選手が後続グループに今吸収されようとしています。吸収されましたね。先ほどのスチュアート選手のインタビューなんですが、はい、まあ、トライアスロンを制するのは、スイムかバイクかランか、はい、どれに強い選手が一番有利かという話で、まあ、ランじゃないかという話がありましたが、はいはい、山口さんと今長留さんが、それぞれトランジションエリアに入ってまいりました。一段となって入ってきたというところです。山口さんはそのスチュアート選手の意見についてはどう思いますか。ですね、まあ、確かにその通りだと思うんですけども、まあ、水泳でまずいいところにつけないと、バイクの集団の中につけないので、はい、まず第一段階としてスイムだし、あとはランニングという、はあ、ということはつまりスイムバイクである程度のレベル、特にまあスイムである程度のレベルにないと、はい、やはり上位争いは難しいと。そうですね、うん、まあ、最後の決め手はしかしこのランということで、やはりハミッシュ・カーターが強いというところで出てまいりました。これはルランディ選手です。さあ一周遅れ、周回遅れの選手を、ハミッシュ・カーターとそれからスチュワートですかね、はい、この2人が捉えようとしています。まもなく最後の1周ラストラップに入ろうというところです。ハミッシュ・カーター、そしてスチュワート。そしてルランディです。まあ、よく落車から立ち直りましたね。そうですね、よく諦めずに頑張っていると思います。さあこれでラストラップに入りました。この2人を見ても本当体型が対照的だなと思います。そうね、はい、この選手などが一番こうトライアスリートらしい体というふうに今見えましたがね。そうですね、地元の選手ですね、うん、さて雨の中でのレースになりました。去年ハミッシュ・カーター選手は、スイスで、はい、一勝シオンの大会ですかね、はい、挙げておりますが、あの時はまあ三冠レースということだったんですが、今回は非常に平坦なコースを走ります。やはりランには強いですね、山口さんね。そうですね、あとハミッシュはバイクもとても得意としていまして、山岳コースなんかはお手のものなんです。うん、はい、まあ、こういう市街地コースの場合、去年のクリーブランドの大会でしたかね、やはりベーベンとランで激しいデッドヒートを繰り広げて、はい、まあ、こう全体的なレベルが非常にどれをとっても強いということなんでしょうかね。まあ、最終的にはそこまでいかないと勝てないですよね、うん、なかなか、まあ、若干そのスイムで出遅れましたけれども、はい、その分を十分にこう補ってしまった。このランだけでもご覧のようなスピードです。他の選手をグイグイとこう引き離していっているのがお分かりいただけるかと思います。ちょっとスチュアートももう追いつかないという感じになってきてます ね。 この辺で多分スパートをかけていると思います。うん、はい、地元での大会ですから余計またこう気合も入っているでしょう。はい、そうですね。先頭はハミッシュ・カーター、その後ろに今スチュアートをはじめとするグループ3人の選手が見えます。
走りは山口さんご覧になっていかがですか。エネルギーをこうなるべく使わないような効率の良い走りをしているなと思います、うん、それに比べてマイルスはこう力強い腕振りで持っていくという感じです、うん、まあ、マイルズ・スチュアート選手も、病気で、しばらくこのレースから遠ざかっていたんですが、はい、そういう点ではこう見事な復活というそうですね、ね、徐々にこう回復しつつあるという感じです、はい、この後のシドニーの大会からは当然のことながらベーベン選手がまた出てきますし、はい、去年の世界選手権で優勝した、はい、カペタ・スミス選手も当然世界選手権には出てくるでしょうから、はい、これはなかなか面白い争いになりそうですね。そうですね、全くこう予想のつかない、さあ間もなくゴールのテープを切ります。地元のハミッシュ・カーター、雨の中での今飛び上がりながらゴールインです。1時間50分48秒、はい、これはいいタイムですね。そうですね、そしてヒルゲホルト選手の祝福を受けました。2位がベテランのスチュアート。お腹の調子が悪いとマイルス後で言ってました。あ、そうなんですか、はい、それがこう途中で引き離された原因でもあったんですよね。はい、そして落車にもめげず第3位でのゴールになりましたルランディ、ネイト・ルランディが第3位です。山口さん、ゴールインしてこういうふうに抱きすきめられたことはちょっとないですね。そうです、はい、第4位がマシュー・リード選手でした。それでは優勝インタビューです。地元で優勝する夢が実現してとても嬉しいですね。コンディションが悪くて自信もなかったんですが、ランで頑張ることができたのが良かったんだと思います。マイルズとずっと競り合っていたのも良かったと思います。最後に彼を振り切って優勝することができました。次々に選手が入ってまいります。ハミッシュ・カーター優勝、第2位スチュアート、第3位ルランディです。それではスチュアート、ルランディのインタビューです。よく頑張ったと思います。ランの後半でちょっと腹痛を起こしてカーターについていくことができなくなりました。シドニーで頑張ります。気をつけていたんですが転倒してしまいました。ベンジャミンはインサイドを走っている私に気づかずコーナーでシャープに切れ込んできて私のフロントホイールにぶつかったんです。ルランディ選手、まあ、落車はいたしましたが第3位でした。日本選手では小原選手が14位、長留選手17位、山口選手19位ということですが、この成績はどのようにご覧になりますか。もうまず水泳からいい集団につけなかったのが反省点、はい、ということですが、まあ、ベーベン選手が依然としてポイントスタンディングではトップ、その後今回優勝したハミッシュ・カーター選手が第2位で追っていますが、やはりベーベン選手は強いようですね。そうですね、今のところ無敵といった感がありますね、はい、いよいよシドニー、そしてカンクーンの大会にはそのベーベン選手も登場してまいります。果たしてこの後どういう展開になりますでしょうか。今日のこの第9戦、解説は山口博久さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況、坂真一郎でお送りしました。